ジャパニーズみなさんこんにちはあけましておめでとうございますお正月が終わってあっという間に1月の中旬になってしまいました 日本ではお正月は1月3日までが公式な休みですが、ヨーロッパはその習慣はないので、私は1月2日から忙しく働いていました。さて、最近スウェーデンではとても寒い日が続いています。 気温はマイナス11度からマイナス15度くらいです。雪もあります。私が生まれた北海道もこのような天気でした。冬らしい冬で嬉しいです。今日は将来もしかしたら北欧に 住みたい人のためにまたは北海道に住みたい人のために冬の過ごし方についてお話ししますまずは北欧と北海道の冬の共通点についてです冬の外は寒いですですからもちろん 暖かい服を着なくてはいけません。でも、たくさんの服を着る必要はありません。私の場合、ケイトで作られたセーター。中にヒートテックを着て、そして裏起毛のある暖かいパンツ。ケイトの靴下を。 きます外に出かけるときは質のいい冬用のコートと冬用のブーツ暖かい手袋マフラーそして耳当てをつけます。冬の服装のポイントは首と手と耳と 足元を暖かくすることです。これらの部位を暖かくしていれば体全体が暖かくなりますまた冬の空気は他の季節よりも乾燥していますそして冷たい風は肌に ダメージを与えます。だから私は冷たい空気から肌を守るために外出する時は必ず顔にクリームを塗るようにしていますそして外出しない時もボディークリームをよく塗るようにしていますところでもし 家で足を温めたいなら足湯がおすすめです。足湯とは足だけのお風呂のことです。ヨーロッパでバスタブのあるアパートは日本より少ないのでお風呂でリラックスするのは難しいですが足湯 は手軽にできます足を温めると体全体が温まります。そして足湯をするときにはお湯の中に乾燥したみかんの皮を入れるのがおすすめです。みかんの皮には体を温める成分が 入っているそうですさてここまでヨーロッパでも日本でも使える冬の過ごし方のポイントについて話しましたがここからは北欧の冬の過ごし方について話します。ヨーロッパでは冬に暗くなることが多いですが スウェーデンの冬は本当に暗いです。一番暗い時は午前9時頃まで暗くて、そして午後3時からまた夜のように暗くなります。暗い時間の方が長いです。このように一日の 4分の3以上が暗いつまり太陽の光が十分にない場合人間の体に問題が起こります例えば冬にうつの人が増えるというデータがありますがこれは太陽の光が十分にないことが 関係しているそうです。だからスウェーデンでは冬にビタミン D のサプリを飲む人が多いですビタミン D は太陽の光に含まれていてうつの症状を防ぐそうですでも冬には太陽の光が少ないため つまりビタミン D を多く摂取できないためサプリで摂取した方がいいと言われていますさて今回は冬の過ごし方についてお話ししましたが最後に一つだけ大切なヒントがあります 寒い季節だからこそ心も温かく保つことが大切だと思います。例えば友達や家族と一緒に温かい飲み物を楽しんだり季節のイベントに参加して冬がもっと楽しくなると思います。また、 ウィンタースポーツもおすすめです。例えば、スキーやスノーボード、スケートなどがありますが、このような冬のスポーツをすることで、ストレス解消にもなりますし、健康にとてもいいです。それでは、今日のエピソードはここまでです。 Remember to visit Mochifika.com and the Patreon page to get the additional materials and become a part of the Mochifika community.